この番組はジェネオンエンタテインメントとご覧のスポンサーの提供でお送りします。髪洗ってるつもり？神野くんたちが死んだのはシノンのせいじゃないわ。戦争なんだよ。分かってる。今さらですけど、戦争って人が死ぬんですね。うん？降りたくなったか？いや。これ派手な映像だな。エルロイ艦長、口を慎みたまえ。これは失礼。この非常事態に国王のご機嫌はいかがかな。王国の威信にかけてあの海賊船は沈めねばならん。王国傘下の惑星政府のいくつかでも同盟脱退を求めるデモが起こっていると聞く。全てはあの不愉快極まる海賊船とテレビ番組のせいだ。お言葉ではございますが、現状敵艦の撃破は困難ではないでしょうか。理由を聞こうか。彼らには守るべき国民がありません。複数の戦艦を差し向けても逃げるだけでしょう。かといって一対一で最新鋭の戦艦と戦うのは無謀かと。貴君には軍人としての誇りがあるのか。誇りで勝てるなら私ももっと誇り高くなりますがね。ついこの間まで連合の側にいた新参者に誇りなど鼻からあるまい。私の考えを述べさせていただいてよろしいでしょうか。報道官の出る幕ではないわ。そもそも艦を指揮していない者が戦略会議に出とるのがわからん。それでは艦を使わない戦い方、お目にかけて死んでましょう。ほう、それは楽しみですな。私は船外作業員の資格を持っています。例外は認めないでください。君の資格のことを言ってるんじゃない。太陽風が吹き荒れる宇宙空間は君の命に関わるんだよ。遺伝子による差別は行ってはいけないと2015年のヒトゲノム条約で制定されているはずです。君に病気にでもなられたら責任を取らされるのは艦長である僕だ。誰もあんたに責任を取れなんて言ってない。君が言わなくても世間が言うんだ。世間なんて関係ない。この艦は母国を捨てたんだから。国民はいなくたって何千万という視聴者がいるじゃないか。ドクター、彼女に何とか言ってやってください。たとえあんたに止められても私は船外に出るからね。そんなに突っかからない。
私は別にあなたを止めに来たわけじゃないから。許可を与えてくれるの？最大2時間。それまでなら認めるわ。でもその後精密検査を受けてもらう。異常が見つかったら即入院。その条件を飲むならね。何よそれ。なんで高井があの女の面倒を見なきゃいけないわけ？宇宙船に耐性がないのはわかるけど、だったら艦内でおとなしくするぐらいの頭ないのかね。高井を危険な目に遭わせたら私がただじゃおかないからね。ねえ、起きてくれない？他に起こし方があるだろうな。桐生副艦長、なんであなたが？船外作業資格を持ってるからに決まってるだろう。副艦長が作業中に寝てていいの？こっちは規定の作業時間を大幅に超えてるんだ。それぐらい多めに見てもらわないとな。何時間作業してるの？そろそろ10時間になる。その前は3時間の仮眠を挟んで15時間作業した。時間がもったいないわ。作業始めましょう。はいよ。ベンチ、桐生高井、久坂アレイ、これより第88装甲板交換作業に入る。了解しました。装甲板の固定を解除します。小型艇はおよそ30分後に到着。交換用の装甲板を下ろしますので、それまでに損傷した装甲板を本艦から切り離しておいてください。なんか嫌な感じだな。どうしたの？太陽の様子がちょっと変かなって。子供の頃ライブラリーで地球の太陽異常活動の映像記録を見たことがあるわ。その時見た映像と今のフェニキュアの太陽の様子が似てる。フレアが発生する前にアレイを、いや、みんなを撤収させないと。環境より船外作業中の各位。思ったより順調だったな。ひどいところだと、これ隣接する装甲板ごと取り替えなきゃならないところもあった。それは大変だったわね。ま、船外作業なんて志願してやるもんじゃないってこった。それは私に対する皮肉？お前、船外作業は免除されてるんじゃないか？例外扱いされるのは嫌いなんだ。第二護衛艦マイズルの久坂艦長ってお前の父親だったよな。知ってたの？俺の親父から聞いた。俺の親父もマイズルの乗員だったから。私の父親、第二護衛艦マイズル艦長久坂仁は宇宙港地上施設の周辺でたむろっていた私を拾ってくれたんだ。だから血は繋がってない。結構なところで育ったんだな。最低なところさ。あんたも父親の仇を討つために自由護衛艦に参加したの？違うな。俺たちの親父は殺されたんじゃない、戦争で死んだんだ。誰に殺された、誰を殺したとか言ってたら戦争は永遠になくならない。王国が憎くないというの？憎くはない。だが間違ってるとは思う。それに抗議するために行動した。それだけだ。ご立派なことね。やっと繋がった。すぐに艦内に戻って。フェニキアの太陽で大規模なフレアが発生する可能性があるの。フレア発生。粒子到達まで8分。到着まであと何分ある？8分ほど。予想されるフレアの規模はアレイだけじゃなくみんなにとって危険なレベルよ。急いで。急いでって。アレイ、ここまで来るのに何分かかった？10分ってとこかしら。ユリの予想が外れるといいけど。ユリってあの望遠鏡が恋人って噂だぞ。彼女は未来の天文学者だもの。この戦争を生き延びられたらの話だけど。そういう人間の予測。何考えてるの？このまま死ぬかもしれないから思い残すことがないようにってね。お前体重何キロだっけ？レディに聞くこと必要だからな。急いで、早く中へ入って。どこへ行くんだ？格納ベイはこっちじゃない。宇宙服の重量、感度の相対速度。何をブツブツ言ってるんだ。7分経過と。そんなに噴射すると燃料が。気にすんな。こちら気流第6ハッチを開いてくれ。了解しました。
するの？私は特別扱いは嫌いって言ったでしょ！俺はお前の指導員だったからな。規定通りさ。バカ野郎！タカイのスラスター残量はゼロだ。美人が死んだのは全人類的損失なんだよ。助けてくれたのはありがたいけど、もうちょっと優しくやってほしいもんだな。ほんと助けがいのない。せめて救難信号ぐらい出しなよ。どうピーター、感動的じゃない今の。できすぎだ、使えねえな。一体何なんだ、もう我慢できないんだよ。ヒデ、機関部に戻れ。これ以上危険なことが起きる前にどこかで降ろしてくれ。どうしたの？戦死者が出てからちょっと情緒不安定気味でさ、さっきのフレアで切れた。アレイ、精密検査を受けて。約束でしょ。それより先に高井に。アレイ、お前のせいで。なんとか言ったらどうなんだ。やめて、イマリ。なんだ、射撃管制室は今誰がいるんだ。俺たちの話が先だ。いや、ちょっと待て。どうしたのみんな、落ち着いて。ニュートリノとグラビティウェーブを感知。民間船がワープアウトします。戦績はキビ。民間船、恒星艦旅客船白鳥より入電。メインモニターに。パパ、サンリーのお父さん。アマテラスの上院諸君、私は若菜玄と、若菜レアメタルの社長で、その艦に乗ってる若菜サンリの父親だ。単刀直入に言う、私はキビ政府とも話をし、君たちを迎えに来た。艦を降りるんだ。そんなことできません。なぜできないのだ。私たちは、銀河ネットワークと契約しているの。契約解除の違約金は1億ポイントを超えていて。そのことなら心配するな。会社を売却すれば何とでもなる。ダメよ。金で解決できるのは今だけだ。その艦が沈んでしまったら、どんな手段を使おうとお前を取り戻せなくなる。それでも私は帰れない。キビ政府は私たちを反逆者として糾弾しているし。国民はそうは考えていない。それに政府も王国でさえ首謀者以外の乗員については責任を糾弾しないそうだ。首謀者以外？神崎キスカ、キリュウタカイ、三上シント、マミラ・リオ、光月シノンの5人を王国は首謀者と判断している。サンリ、分かってくれ。わしと母さんにとっては金も国も思想も正義もお前の命に比べれば取るに足らないものだ。よく考えてくれ。まだ話は終わっていない。大丈夫です、これで彼らも目を覚ますでしょう。みんな持ち場についてくれ。サンリ、君は射撃管制室へ。はい。今回の若菜氏の行動どう思われますか。裏に王国がいるのではないでしょうか。そうでなければ。それぐらいお前に教えられるまでもない。おじさま、私はお前たちの立てた計画を黙認した。お前たちは自らの退路を断ってこの計画に臨んだはずだ。しかし今王国はそこに退路を用意してきた。お前たちにその誘いを跳ねのける覚悟はあるか。あります。あるからこの間に残ったのです。若菜の気持ちはわかる。お前たちを犠牲にすることは私も望まない。だが。すみません、環境に戻ります。
なんとか上院に動揺が広がらないよう説得してみます。今のわしにはお前たちの若さを信じることしかできないな。お、これで首謀者の極悪人5人衆が勢ぞろいってわけだ。さて、今回の若なしからの提案だが、王国の心理作戦であることは明白ね。この間から戦死者が出た今、揺さぶりをかけるには絶好のチャンスだよ。僕らが戦わずして艦を降りれば、王国の狙い通りだ。降りたい奴は降ろしてやれいい。しかし、それでは艦の運用が。この艦を運用するのにそんなに人手はいらないんじゃないか。案外技術士官殿一人でも動かせると思うぜ。俺は。それは可能だけどね。ただ。結城技術士官、何か？神岡の調子がおかしいんだ。空いている修理班を行かせます。今危機の不備を明かしたら、不安を煽ることになるよ。日坂さん、若菜さん、様子を見てきてもらえませんか？はい。はい。電子ゾバイ艦が破損してるだけみたいですね。環境に戻る前に少しだけ話をしたいんだけど、いいかな？話ですか？まずあんたに謝らないといけないかな。いらぬ心配をさせたと思うから。心配なんて。あんたは高井のことが好きなんだろ？どうしてそれを。察しはつくさ。あんたが艦に残った理由はそれだろ。日坂さんも高井くんのことが好きなんですか？嫌いじゃない。船外作業の時も危ないところを助けてもらったしね。高井くんもよく日坂さんの話をします。おせっかいかもしれないけど、本気で高井のことが好きならさっさと告白した方がいい。告白なんてそんな。答えを聞くのが怖いから。怖いに決まってます。高井くんの気持ちはわからないんですから。そんなもの伝えてみないと永遠にわからないさ。一番近くにいるというだけで安心しているというのはね。いけませんか？私はそれで後悔しているからさ。好きな人の近くにいるというだけで安心していた。だから思いを伝えなかった。でもその人は今一番遠いところに行ってしまった。遠いところってそんな。第二護衛艦舞鶴艦長日坂仁、不良だった私を養子にしてくれた人なんだけどね。私はあの人が好きだった。父親としてではなく男としてね。話はそれだけ。説教なんて柄じゃないから忘れて。あれ神岡の点検は終わっちゃったの？環境の打ち合わせは終わっちゃうし、珍しいから撮影しておこうと思ったんだけど。あのディータさん、お願いがあるんですか？キビ政府は愛国心あふれる防衛大学73期生の命を守るため銀河ネットワークとの交渉に入ります。そのための条件はアマテラス全上院の投稿、そしてアマテラス。今なら罪に問われることもない。考え直すなら今しかないじゃないか。神崎さんを犠牲にしてか。この計画を発案したのは神崎たちじゃないのか。光月艦長補は、彼女はこの計画に最初から最後まで反対してたぞ。俺たちは道連れになりたくないんだ。お前ら。じゃあいいわね。趣味じゃねえが、ま、数字は取れるかもな。やらせてみろ。あ、サンリーは？神岡の点検に行ってる。サンリー、お父さんに何て言うんだろう。艦を降りるって言うのかな。ねえ高井、サンリーに艦を降りないよう説得してくれない？これはあいつの問題だぜ。俺たちが口を出すべきことじゃない。そんなこと言ったらみんな艦を降りちゃうよ。みんなノリだけで艦に残ってるんだから。お前らもか。そりゃ仲間が戦おうとしてるのに自分だけ降りられるはずがない。けど残ったことを後悔している乗員の気持ちもわからなくはないよ。そんなもんなのか。でもサンリーは違うんだよ。違うって何が？だから。生放送だって。3、2、1。全乗員の皆さん、この放送は艦内の全部署と銀河ネットワークの量子共鳴通信回線によって
全銀河に放送されています。これからの告白は私若菜三里の個人の意思に基づくものです。また完全な私的な発言であるとも宣言しておきます。三里、私はこの艦に乗り組んでいる一人の男子桐生高井君のことが大好きです。三里告った。たわいない理由だと思う方もおられると思います。でも私にとってこの思いは命を懸けるに値するのです。何に命を懸けるかは人それぞれだと思いますが、今の私にはこの思いが大切なのです。お父さん、お母さん、ごめんなさい。これまで何不自由なく育ててもらったご恩は忘れません。でも私はこの艦を降りません。艦に残った仲間とこれからも王国と惑星国家同盟と戦い続けます。私の告白はそれだけです。交渉決裂ですな。早々に離脱をお勧めします。それでは話が。で、お前たちはどうすんだ。女の子にあんなこと言われちゃうね。こんな形で心理作戦が破れるとは思わなかったでしょうね。許可なく全館放送したのは規則違反だけど、これでみんな覚悟を決め直すわ。そう願いたいね。若さか。ん？おじが言ってたの、私たちの若さに期待するって。戦いは厳しくなってるのに恋なんて。いいな。夕焼け雲に願い込めて、この手紙が届きますように。ファイナルアンサー。この番組はジェネオンエンタテインメントとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。